ロス・インゴ・ベルナブレスは、メキシコのプロレス団体、CMLL にて活動する、プロレスラーのユニット。テクニコ、リンピオ、ルードという概念がなく、どちらにも属さないニュートラルな立場のユニットであることが、特徴。ユニット名はスペイン語で、制御不能な奴らの意。2009年より、CMLL に所属し、テクニコという立場で活動し続けていたルーだが、試合を展開する中で、 時折、ルードのような振る舞いを監修に見せつけ、ブーイングを浴びせられることが少なからずあった。2013年半ばに入ると、その傾向はさらに悪化していき、ルーシュは CMLL で最も嫌われている、レセラーと称されるようになる。一方、ラソンブラもテクニコとして活動していたが、ライバル関係にあった、ボラドールジュニアがルードから、 フェースターンしたことから、ラソンブラにもブーイングが集中し始めるようになった。そして2014年4月25日、ラソンブラは、ルーシュとそのパートナーラマスカラと共にボラドールを襲撃。3人で新たなるユニット、ロス・インデセアブレス結成して、10月9日にユニット名をロス・インゴベルナブレスに解消。胸を2回叩いた後、拳を掲げて、 仲間と付き合わせるパフォーマンスが特徴で、レッジも使用している。ありがとうございます。